今日はこのミニカヤックで秋イカを釣りに行ってみようと思います。去年はあんまり秋イカがちょっと少なかったみたいなんだけど、今年は多いみたいで期待できます。イカ釣りは難しいこと全然なくて、こう天候グラスとかかけてたら見えるんだけど、エギをこう適当にしゃくってこうピュッピュッピュッってエギを動かしてピタって止めたら、これがじわーって沈んでって、あのピュッピュッていくときにイカがスッと追いかけてきて、落ちていくときにこうパクってやるから、イカさえいっぱいいれば結構誰でも簡単に釣れます。じゃあ行ってみようと思います。透明度かなりいいです。下の岩とか海藻がかなり綺麗に見える。イカも多分エギに気づくと思います。すぐにもうこの辺からいてもおかしくないです。もう打ってみようか。やっぱちょっといつものカヤックよりかはこう船の形がかまぼこ型だからちょっと不安定な感じはあるけど、これぐらい穏やかだともう全然問題ないです。ちょっと10頭ぐらいしたけど反応ないね。この湾の奥の方はイカがどうもあんまり来てないっぽい。ちょっと進もう。なんか潮が流れてるね。お、釣れた。一匹目。ちょっとそこの湾で始めて10頭以上打ったんだけどダメだったから、隣の湾に移動してきたら釣れた。ちょっと今ここなんか潮が流れてるところ、流れてるからかちょっと重い。ああ見えた。おい、あれ2匹 ?2 匹ついてない。あ、やばい、1匹にもう1匹抱きついてんだ。でも今ちょっと網がない。多分離すわ。もう1匹の方はさーって乗せてみようか。あー1匹さすがに落ちた。こう掴めばよかったか。この前噛まれたから怖くて掴めなかった。でも釣れた。いいサイズの巻きアオリ。あ、かじってるわ。もう一匹のやつが餌取ったら怒ってかじるのかね。なんかよくわかんないけど、もう一匹のやつのここ掴めばよかった。それにしてもなんか重いと思ったら
今まで後ろについてきたことはあるけど、このイカにずっと抱きついてたのは初めてかもしれない。一匹目。食った。こっちのワンすごいわ。最初のワンはもう10頭はまあまあ打ったんだけど、ダメだったけど、こっちのワン来た途端にすごい食い出した。もう投げて一しゃくりで、すごいすごい。あ、引くし、しかも結構サイズももういい、でかい。かなり引くこいつ。あー、やばい、ちょっとちぎれそうだな。はい、ほらでっか、こんなのでっか。今日来てよかった。最初ちょっとやばいかと思ったけど、ほらすごいよこれ、立派なイカ。ちょっともう一回あの今の小さい輪の中投げてみよう。釣れた。2連続。いや、3連続か。そこで釣れて、そこで釣れて、今、そこで釣れた。ここに多分イカがすごいいっぱいいる。しかもこれもそこそこ良さそう、サイズも。はい。3匹目。これもいいサイズ。おー、釣れた。久しぶりに釣れた。やっぱ湾の出口付近に来たら釣れた。はい、この辺、あっちがもう外洋で、今あの湾の中を打ってたんだけど、湾の中はやっぱ全然反応なくて、最初あの3連続で釣れたのがあの辺で、その向こうの湾で始めたんだけど、そこは湾内は全然で、やっぱこうちょっと外洋側の潮がこう多少効いてるようなとこの、こうちょっとしたとこに今日は
よくイカがいるのかもしれない。もう湾の奥は今日は捨てようか。ちょっと時間の無駄だから、こういうとこをずっと続いてるから打ってやってみようと思います。お、釣れた。やっぱ湾の外洋側の出口の浅いとこ。わ、すごい、すごいがっつり。ちょっとまだあの辺イカがいると思うから、ちょっと戻ってこっちでやろう。多分イカは船驚くと思う。なんか船の際では釣れたことないから、多分船の影見たら怖がって逃げるんだと思う。やっぱこの湾の出口のちょっとした岬じゃないけど、そんなとこで釣れました。今3つ目の湾なんだけど、最初の湾もダメで岬で、2個目の湾も中はダメで岬で、で今3つ目の湾もあの辺打ったんだけど全くダメで、この出口側に来たらやっぱ釣れました。どうも今日はやっぱそういう日みたい。お、釣れた。今日はちょうどお昼の12時ぐらいに船出して、で今帰ってきて5時です。全部で7匹釣れました。結果的にはすごい大量だったんだけど、釣れるとこと釣れないとこがかなりはっきり分かれてて、ちょっと難しい感じがありました。こんな感じの岩の岬が連続した場所で、こんな風にちょっと飛び石みたいに石があって、で今回この湾の中はもう3つやったんだけど全部1匹も釣れませんでした。それでこういうこの岬周りの岩の隙間とかこの際とかこういうとこで全部連発したりして、最初ちょっとやっぱこう潮がじわーってカヤックが流れるのが分かるぐらいうっすら流れてたりして、いつもはこういうちょっと浅くなってて藻が生えてるようなとこがすごいエギングやりやすくてポツ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 釣れてくるイメージなんだけど、今日はこういう先端の潮がちょっと効いてるようなとこにしかイカがいなかったのか、それともこういう潮があんま効いてないとこのイカは極端に活性が低くてもエギを空気が起きない状態だったのか、結構サイトで見ながらエギングやっててもこうイカが結構ついてきてこう渋って見切っていくことって結構あるから、まあ、極端にもしかしたら流れてないとこのイカが活性が悪い時間だったのかもしれないし、でも1匹とかぐらいは釣れそうなもんだから、やっぱこういうとこにしかあんまりイカがついてなかったのかもしれないです。今まで本当こういう結構浅場打ちがメインだったから、まあこの周りも浅いのは浅いんだけど、こういうのはちょっと初めてでした。
でも今度から、例えばちょっとのっぺりした、若干湾気味なとこやって全然反応ないときは、こういう、ちょっと突き出たような、ちょっと潮が効いてるようなところをこう、打って、ある程度探ってみて、様子見たりしてみようかなって、ちょっと引き出しができたかなと思います。そんな感じでした。